ホンダの欧州部門は新型ジャズ日本名フィットに相当を2020年夏欧州市場で発売すると発表した。欧州向けの新型ジャズではパワートレインを全車ハイブリッドにしたのが特徴だ。新型にはホンダの新世代2モーターハイブリッドパワートレインテクノロジーをジャズとして初めて搭載した。ホンダの主力 B セグメントハッチバックの新型ではクラスをリードする快適さとスペースを実現している。新型ジャズではパッケージングを見直し高レベルのスペースを追求した。具体的にはハイブリッドドライブトレーンコンポーネントをシャシーとエンジンルーム内に効率的にレイアウトした。これによりクラス最高レベルのインテリアスペースを実現しているという。ホンダジャズフィットに相当新型ジャズは新開発の EHEV パワートレインを導入するホンダの欧州ラインアップの最初のモデルになる。 EHEV とはホンダの電動化コア技術の2モーターハイブリッドシステムに冠される新たな名称で、モーター走行を中心とした新世代のハイブリッドになる。また新型ジャズは将来のホンダの全ての電動パワートレイン車に採用されるホンダ E テクノロジーの先駆けになるという。欧州向けのジャズとしては初めて新型は2モーターハイブリッドパワートレイン搭載車のみをラインナップした。このシステムは新型ジャズ用に新開発されたもので、スムーズでレスポンスに優れダイレクトな運転感覚を可能にする。ホンダによるとパワフルかつ快適な走行性能と優れた燃費性能を高いレベルで融合させており、日常シーンのほとんどを EV のようにモーターで滑らかに走行するという。ホンダジャズフィットに相当新型ジャズのデザインは一目でジャズとわかるモノスペースシルエットを進化させたものだ。将来のホンダ車に共通するシームレスかつクリーンなデザイン言語は新型 EV のホンダ E で最初に導入された。新型ジャズのインテリアでは品質と快適さをテーマに据えた。ホンダによると全く新しいインテリアはB セグメントで最高レベルの快適さと広さを実現するという。モダンなインテリアレイアウトにはすっきりした使いやすいインストルメントパネルを採用した。ワイドなセンターコンソールにはアームレストが備わるなど上級セグメント車の装備を導入している。フロントシートには上級セダンへの搭載も見据えて新開発した新世代のボディスタビライジングシートを採用する。身体をしっかり保持する面支持構造とすることにより長時間ドライブでも疲れにくく柔らかな座り心地を実現するシート構造とした。リアシートは先代モデルと同等のシートアレンジとし、大人がストレスなく座れる広さと厚みのあるパッドを採用する。これにより上級セダン並みの快適な座り心地を追求している。またキャビンルームを最大化するためにこのクラスでは珍しくフロントシート下のシャシー中央に燃料タンクを配置した。により荷物の積載量に応じて後席を柔軟にアレンジできるマジックシートを可能にしている。